鴨神社は、滋賀県大見八幡市にある神社である。五両屋の森鴨神社とも称する。鴨の市の氏神を祀る。鴨神社は、奈良時代の736年に、聖武天皇によって創建された。白月の絵の戦いの後、天智天皇が、これからは、気象技術の発展と馬筆の繁殖が大事と考え、鴨神社の地に、国営牧場を作った。 その後、日本の後輩を憂いた、聖武天皇が、国民の災いを封じ国土の平安を祈る神社を、建立するため、日本の恩陽道の祖と言われている、キビ・まきびを中心にして、壮大な社殿を構築した。一般の神社の場合本殿の向きは、南向きか東向きだが、恩陽道が関わっている関係で、本殿が北東という特殊な方位にあり、それにより、 本殿の向いている方位が南西になっている。創建当初は、霊祭、鴨祭に皇室より平白を賜った。1876年に孫社、1914年には豪社に列せられ、新鮮平白領とも神指定神社となる。三万坪の境内の中には、若宮神社、無数飛車、神仏分離霊語も残る、不動堂、 更新堂があり、同じカモ町内には、境外拙者として、日吉神社がある。当社は、社地選定の4月15日及び、カモ大神鎮座の5月6日を例祭日としている。なお、近年は6日、以降最初の日曜日に大祭を行っている。当社の大祭である、カモ祭りに先立ち、カモの玉衣姫命の,地の不信ともされる、大山区伊丹を祭る拙者。 日吉神社の祭礼が4月13日を、宵宮、14日を礼祭として取り行われる。鴨祭りは4月15日の新興祭に始まり、5月6日の大祭を経て7日の御縁祭で収める。大祭後に渡魚、お旅所神事を行ってから、競馬神事、足伏相馬を行う。当地に日本初の国営牧場が置かれたことから、 創建当初より、馬との関わりが深く、馬の聖地として数形が寄せられる。創建時より、御領地、御領屋として、領屋競馬が行われていた。さらに、平安時代に始められた京都上賀茂神社の、競馬会神事を、後白河上皇の意により、当地でも継承した。霊祭賀毛祭では、およそ400メートルの直線の馬場を用いて、七頭の馬により、 二頭ずつ七回の競争を行い、上賀茂神社の競馬会に参加する馬を決する神事、足伏相馬が行われる。境内には、日本一大きな新目像が置かれる。1月第2日曜日には全国、馬、競馬、乗馬安全祈願大祭並びに、新年馬乗り初式を、毎月初馬には、初馬祭りを取り行う。2011年に、 創建1275年を迎え、2015年の式年大祭を期して、式年造営事業を展開している。この機会に、馬の魂を沈め、祭る社伝たる馬鎮霊社を創建する計画である。滋賀県大見八幡市鴨町1691。ありがとうございます。